ハンスン州法は1886年1月25日に創刊された朝鮮の週刊の新聞である。1884年12月に廃刊になったハンスン巡法の後継紙にあたる。ハンスン巡法と同じく政府の機関である博文局が発行し、日本の井上角五郎も編集や発行に関わっていた。 2 2 5 × 1 6 5トルの大きさで16面または18面あった。ハンスン順法はべて漢文で書かれていたが、ハンスン法は漢文、国漢文、ハングルだけの文の3種類が使われた。朝鮮の新聞でハングルが採用された初めてのものである。1886年2月22日の紙面にドイツの勝者である。 青商洋校の広告が掲載されたが、これが、朝鮮最初の近代的商業広告となった。赤字財政のため、博文局が1888年7月7日、閉鎖されると同時に廃刊となった。ハンスン順法の編集責任者として関わっていた、井上角五郎は、更新政編に介入して失敗したことで、金玉金、僕営高たらと共に、日本へ帰り、 ハンスン巡法を発行していた、博文局も焼かれたため、朝鮮での新聞発行は中断することとなった。しかし、井上は、政変の事後処理のための井上薫と、朝鮮政府との交渉の仲介役として、すぐに、朝鮮へ戻ることになった。この際に、井上は朝鮮国王宛に、ハイングル仕様の新新聞を発行する、要望書を、金飲職へ提出した。 金飲食は、この要望書に、教官が暗出した、漢字、ハングル混合文の写しを添えて、構想に提出したところ、1885年5月12日、新聞復刊の許可が出された。博文局の総裁に、金飲食が任命され、井上も博文局主任として留任する形となった。1885年6月、金飲食は、新聞再刊のために、 新たな印刷機とハングルを使用する新聞となったために、ハングル活字の購入を井上に依頼し、井上は日本へ一時帰国をし、印刷機とハングル活字を購入した。このハングル活字は、ハンスン順法発行の際に、ハングルの採用を求めていた、福沢諭吉が、築地の活版書で作らせておいたものを井上が買い受け、不足していた活字を新たに鋳造させたものであった。 1885年11月、井上はすべてを揃えて、ハンスにへ戻り、翌1886年1月25日、ハンスン州法第1号が発行されるに至った。教官をはじめとする、朝鮮側と、福沢諭吉井上角五郎ら日本側の努力により、ハングル使用の新聞発行が実現できたと評する、韓国言論史の最新などの見解がある一 一方で、福沢、井上ら日本側の侵略性を指摘する韓国の研究者も存在している。稲葉次夫222ページ。ありがとうございます。